ほら、頭打った。ほら、釣れるやん。釣れた。はい、皆さんこんにちは。さあ、今回はですね、タックルはソアレと、ダイソーのリールなんですが、いきなり釣れました。はい。ねえ、これ、サバか。サバです。ダイソーの、このリールの、このドラグなんですけど、これかなりゆるゆるにしてても、これ出ないからね。ダイソーのこのリール、これワンテンポ遅れるんやな。普通のリールやとコン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 と入ってくんやけど、穂先がクッと入ってからジーってなったりとか、あとドラグが効かんだりとかするので、このね20センチ前後のサバぐらいなら何の問題もないんやけど、ちょっと尺とかのアジになってくるとあかんな、買いにくいやろな。本当は立てて釣りたいんやけど、ロッドが長いから無理やな。はい、次はスパテラのピンク。スパテラのピンクはどうかな。食ったけどよっ、ちょっとロープあるからあれだね。せーの、よいしょ、ちっちゃ、切った、よいしょ、はい。スパテラのこれは、ピンクかな、はい、はい、23ぐらいでした。さあ、ああ、もう買いよう。どうしよっかな。どうしよう。こっち買いようか。こっちしよっか。スパテラの白色。クリアに反応するかどうかね。送った。食った。ほい。小味。すっぽり飲んどるな。はい。使ったな、これ。猫が。もうほとんどね、落ちパクで食っとる。よし、食った。結構近いな。よいしょ。ほい、あっち。落ちやんといてよ。よし。はい。ね。これは。スパテラ、はい、クリアでした。はい、ポアディ。完璧やったな、今。よいしょー、アジー。よし、はい、スパテラでアジ。変な食い方したな、こいつ。はい、アジ。よう釣れんな。流行っている、釣り方は投げて、5秒刻みで探っていく。で、例えば15秒のところ、探りたいときに投げて5秒ぐらいのところでツンツンと、
でまた10秒でツンツンとこう階段状に探っていく。そうすることによって5秒のところで当たる味、10秒のところで当たる味っていうのも取れるかなと。でもこれスポッと食い込んでるから味の量は多いんやな。ちょっとこの岸壁沿いを今ね、潮がこう流れてるんで投げてもこう寄ってくるんですよ。食ったけどちっちゃいかな。いやそんなことないです、これ結構引くよ。あ、引くわでかいわ。引くよ、せーの。25ちょいだね。スパテラすげえな。はい、感じ。いや、このダイソーのリールも使えるよ。ドラグならんけど。じゃあいきます。向かい風全部こっちに寄ってくる。3、4、ダイソーリール結構使えるんやな。食った手前で食ったぞ。あ、違うか。いや引くな。食ったよいしょ。投げても手前に寄ってくるな、風で。恥。釣れたのはスパテラのクリア。2インチかな。はい。恥。はい。次はこれ。バルキーにしてみようかな。サバが湧いてきた。さっきは 0.3g 使ってたんですけど、ちょっと遠投させるために 1g に変えました。 0.7 ぐらい重なったのかな。ちょっともう 1g しか使いやんかった。本当は 0.3 でな、岸やりたいんやけど、岸もシーバスがちょっと寄ってきて、もうアジの食いが悪くなったんで、しゃーなしに 1g やってます。1g でも向かい風やと飛ばんな、厳しいな。と言いつつちょこっとこれでもやってみようか。どうもこういう居ついとる味っていうのはガルプ嫌うな。絶対食わんな。回遊系の味は食うけど、居つきの味は絶対ガルプ食わん。なんやろな、逃げるな。もう見切るもんな。サバとかああいう居ついてないやつはギャーって食うもん。ちょんちょん。お、食ったぞ。やっぱり黄色は釣れるな。おお、アジ。やっぱ釣れたな。黄色いガルプって釣れるな。アジ釣るならね、ああいうね、こういうオレンジ系がいいね。ジョーヤとは LED じゃなくてオレンジ系の光
ボワーンとした、これが数を釣るポイントかな。あっちに見える白いナレーション、あれこういうのよりも、ここにあるようなちょっとオレンジ系のボヤーンとしたようなやつ、眩しいけどちょっとオレンジっぽいボワーンとしたやつ、これの方が魚は寄るね絶対。